これでも面白いか。こういうとこ全然やってないじゃん。はい。あっちにもちゃんと田園風景映しちゃって、ちゃんと。多少穴があってもいいですか、じゃあ電柱とか。ごめん、こっち来る。何？車映ってもいいし。はい。あんまり何も人こがないですよ。ついに最後のカットを撮る時が来た。スタッフの思いが通じたのか、天気も味方につけることができた。最後ぐらい読みやんないと。はい、そうですね。今25できた。はい、25。そうですね、25から30ぐらいな。25って言われたんですけど、25から30の間ぐらいです。ちょっと待って、すぐ行くわ。高橋さん、いいですね。高橋さん、高橋さん、いいですね。山ちゃん、はい、本番。あ、本番。あ、本番。いいよ。はい、よーい、スタート。はい、カット。はい、おいしいだけで。はい、いやいや、監督。あ、走った、走った。あ、そうだ、クランクアップですか。クランクアップだって。情けねえクランクアップ。もうちょっと感動的なのなかったのかな。なんか誰かの泣きのシーンとかな。車で飛ばすけど、どれも引き。誰かわかんない。何でもいいからって。さあ、飯だ。だから酒持ってきたからよ、バーベキューまで飲んでたっていいんだけどね。帰ろうじゃん。はい。同業しなくていい。そこにあの酒飲んで気につないと置きっぱなしでちょっと酒飲んで自分たち映し合ってくれ。これ以上放っておくともっと汚いものが出てくる。
4作品の中で培ってきた監督とスタッフの不思議な信頼関係、夜通し繰り広げられたこの打ち上げの騒ぎに至る全ての経過に、我々は映画監督北野武の強烈な個性を見せつけられた。